ドラゴンクエスト86年エニックス。どうもアラヤンです。さあ今回は初代ドラゴンクエストですね、やっていきたいと思います。時間軸的には、時系列的にはドラゴンクエスト3の何世代も後の話かな。ロトシリーズですね。冒険の書、懐かしいな。名前はアラヤンでいきますよ。さあスタート。メッセージ表示速度は速いでいいかな。おーアラヤン、勇者ロトの血を引きし者よ。そなたが来るのを待っておった。その昔、伝説の勇者ロトは神から光の玉を授かり、この世界を覆っていた魔物たちを封じ込めたという。これがドラゴンクエスト3の主人公の話なんですよね。しかし、いずこともなく現れた悪魔の化身竜王がその玉を闇に閉ざしてしまったのじゃ。このままでは世界は闇に飲み込まれ、やがて滅んでしまうことだろう。勇者アラヤンよ、竜王を倒し、その手から光の玉を取り戻してくれ。わしからの贈り物じゃ。そこにある宝箱を開けるがよい。そなたの役に立つものが入っておるはずじゃ。そしてこの部屋にいる者に尋ねれば、旅の心得を教えてくれよう。ではまた会おうアラヤンよ、勇者アラヤンよ。なんでわざわざ宝箱に入れてくれるんでしょうね。めんどくさいな。120ゴールド、松明、鍵120ゴールドしかくれないんですね。ケチくさいな王様。旅の支度ができたなら、またわしに会いに来るがよい。待っておるぞアラヤンよ。はいはい、じゃあまずは話聞いていきましょうかね。ローラ姫のことはご存知か。いえ。ローラ姫は王様の大切な一人娘じゃ。王妃様はどこにいてるんでしょうね。王妃様が亡くなられてからは、ああ亡くなってんのか。ローラ姫が王様の心の支えになっておられたのだが、その姫様が魔物たちにさらわれて半年になる半年間ほったらかしだったんですね。早く呼んでくれたらね、助けに行ったんですけど。王様は何もおっしゃらないが、心の中ではどれほど苦しんでおられることか。アラヤン殿、どうかローラ姫を助け出してくだされ。了解了解、勇者なんでね、行きますよ。宝箱をすべて調べたなら、その中に魔法の鍵が入っていたはずです。鍵は一度使うとなくなりますが、その鍵で扉を開けた時、あなたの旅が始まるでしょう。この城を出ると隣に町が見えます。そこでまず武器や防具を買い揃えるといいですよ。戦いで傷ついた時は町に戻り、宿屋に泊まれば傷が回復するでしょう。はいどうもどうも。これを開けろってことね。これで鍵がなくなったってことですね。竹竿装備できるんですね。ファミコンの頃にドラゴンクエスト1やったっきりだから、こんな綺麗なグラフィックで見るの初めてですね。今回 PS4 版のリメイクでやっております。旅の支度できたんですけどね、町の方行けってことかな。まあいっぱい人いてますね。冒険の書に旅の記録をしておけば、いつでも記録したところから旅を再開することができますよ。旅を一度やめたいときは王様に会い、冒険の書に記録してもらうといいでしょう。了解了解。ここラダトームはたくさんの人々が集まる楽園でした。それを魔物たちが、ドラクエ3の世界では闇の世界でしたね。あーローラ姫、一体姫様はどこへ。まさかお命まで落とされたのでは。あら嫌だ、私ったらなんという不吉なことを。アラヤン様、どうか私が言ったことはお忘れになってくださいまし。この勇者っていう人の立ち位置がよくわからんのだよな。一体何してる人なんだろう普段は。ローラ姫様、ぐすんぐすん。洞窟へ入るときには松明を持って行った方が良いですぞ。洞窟は闇の力が司る場所。魔物たちも地上よりずっと多いはず。闇の力が司る場所、すごいいいように言いましたね。かっこいいように言ったこっちにも何かあるね。こっちは闇の竜、翼広げるときロトの血を引く者来たりて、闇を照らす光とならん。狼よ、古き言い伝えの勇者アラヤンに光あれ。
だから何なんでしょうね、この勇者っていう人がね、何の仕事してお金儲けしてる人がよくわからんのだよな。モンスター倒したらお金もらえるから、それを仕事にしてんのかね。ねえ知ってる、何のことですか。噂だと魔物たちに滅ぼされちゃった町もあるんだってね。あ、なるほどね。私は旅の商人です。これまでにも多くの仲間が魔物たちに殺されました。その時のことを思い出すと悔しくて悲しくてたまりませんよ。突然これを言われてどうしろっていうことなんでしょうね。ここは鍵で開く場所。まずは魔物たちと戦って経験を積むことだ。そうすれば勇者としてのレベルが次々と上がり強くなっていくだろう。勇者としてのレベル1なんですけどね。この人これまで何やってたんでしょうね。彼女といつまでもこうして一緒にいたい。こんな僕の気持ちも魔物たちに踏みにじられる日が来るのでしょうか。そうならないようにこの城の中でかくまってもらってるんでしょ。彼と一緒にいると世界を闇が覆うなんて嫌なことも忘れられるわ。でもそれは嘘。世界が滅べば私たちの愛も終わってしまうって彼がそう言うんです。世界が終わったらそれどころじゃないでしょうからね。扉を開けるには鍵が必要だ。しかも魔法の鍵は一度使うと壊れてしまうらしいぞ。ドラゴンクエスト3の頃の魔法の鍵とは全然ね、打って変わって鍵の耐久度が落ちてますよね。アダトームの城にようこそ。じゃあ出ましょうか。とりあえずは町の方行きます。あそこにお城が見えてますね。どうも、アダトームの町にようこそ。ここは武器屋かな。中に進んでカウンター越しに話しかけてくださいな。武器と防具の店。とりあえずしばらくは竹竿で戦うことになりそうですけどね。銅の剣欲しいな。防具も買っときたいですけどね。防具も買っときたいけども、そうだな、ちょっと後にして先に道具屋見に行きましょうか。これは多くの勇気ある若者がここラダトームから旅に出て、そして死んでいった。アライアンよ、お前を死なせたくないものだな。一緒についてきてくれないかな。私はガライの町から来た旅の商人です。ガライはこの町からずっと来た海辺を西に歩いたところにあるのですが、ここに来るまでどれほど魔物たちに襲われたことでしょうか。生きてたどり着いたのが不思議なくらいです。よく来ましたね、ここまでね。町を出て旅をするときは橋に気をつけろ。橋を渡って遠くへ行くほど恐ろしい魔物たちが襲ってくるだろう。了解了解。橋でエリア分けされてるってことですね。ベッドしかない家の人、あなた知ってますか。この聞き方流行ってるんでしょうかね。噂ではどこかに魔法の鍵を売ってる町があるらしいですよ。了解。わしは呪いを解く魔法を研究しておる。もしそなたが呪われたならここに来るがよい。きっと力になってやるぞ。研究中のやつを試すっていうね、人体実験かな。壺には何も入ってない。伝説の詩人ガライが使っていた盾ごとはガライと共に墓の中に葬られたらしい。それも探してこいってことかな。そこは鍵が必要で、この人はどなたかは知らぬが王様に伝えてくれ。ローラ姫の捜索隊は全滅したと。私ももうダメだ、グフ。なんでこの人こんな家の裏路地のところに倒れてるんでしょうね。不思議だな。あそこまで行く力があるんだったら誰かに話しかけりゃいいのにね。さあこの人は、お前がロトの血を引く者、何か印があるのか。何も持ってないですよね。お前が本当にロトの子孫ならその印になるものがあるはずだ。竹竿ぐらいしか持ってないよ。なんだ、印など持ってないではないか。なんだろうね、印。いいえ、私はローラ姫じゃないわ。知ってる。でもお兄さんってちょっと素敵な人ね。私ついていっちゃおうかしら。ついてきてくれてもいいですよ。戦いましょうね、一緒にね。これはいらっしゃいませ、どうぞ中へお入りください。これ道具屋かな。アダトーム城の南から海の向こうにもやがかかったお城が見えるでしょう。あれが竜王の城だとか。怖い怖い。どうも道具屋ですね。松明をね、何個か買っといた方がいい気がするんだよな。松明2つぐらい買っときましょうかね。はい、どうも。で、
余ったお金で武器防具を揃える感じにしましょうか。ここ宿屋ですよね。預かり所、今はいいかな。こっちのおじいさんは、毒の沼地に気をつけなされ、弱っている時に足を踏み入れたら命を落とすことにもなりかねんぞ。この人は毒の沼地でこの病気にかかってるってことなのか。お、キメラの翼ゲット。ここは鍵ですね。これでぐるっと街の中は見たかな。じゃあちょっと装備を整えましょうか。革の服か革の盾、同じ守備力だったら革の服を買いましょうか。はい、 OK。 とりあえずこの状態で一旦少しレベル上げますか。お姉さんついてこないんでしょうね。一旦王様のところに顔出しに行こう。準備整ったよ。次のレベルになるにはあと7ポイントの経験が必要じゃ。はいはい、記録よろしく。じゃあちょっとレベル上げて一つ目のダンジョンに向かうことにしましょうかね。装備も整えたいしな。スライムベス、懐かしいな。結構でかいっすね。ファミコンの頃と比べるとグラフィックがだいぶ大きくなってんね。敵が可愛くなってる。スライム、簡単にまだ敵は倒せますけどね。ちょっとレベル3ぐらいまでまず上げましょうかね。レベル2に上がったぞ。ちょっとうろうろしてみましょうかね。橋渡らなかったら大丈夫でしょう。あ、ここに洞窟。洞窟の中は基本真っ暗なんだよな。松明使って明るくする。 OK。 ここの洞窟は確かモンスターは出なかったんじゃないか。どんどん奥に向かっていったらいいのかな。先が見えないから道はあんまりわからないですね。ここかな。お、何か祭壇があるぞ。アラヤンは石板を読んだ。石板にはこう書かれている。私の名はロト。私の血を引きし者よ。ラダトームから見える魔の島に渡るには3つのものが必要だった。私はそれらを集め魔の島に渡り魔王を倒した。そして今その3つの神秘なるものを3人の賢者に託す。彼らの子孫がそれらを守っていくだろう。再び魔の島に悪が蘇った時、それらを集め戦うがよい。3人の賢者はこの地のどこかでそなたの来るのを待っていることだろう。行け、私の血を引きし者よ。ヒントらしいことは言ってますけど何も教えてくれないですね。一旦出ようかな。さあ洞窟から出てきましたよ。まだ今レベル2なんですよね。このまま北西に向かっていったら確かガライの町が あります。あ、ゴースト来たね。強いんじゃないか。やばいやばい、倒せるかな。たまたま会心ラッキーとりあえずガライの町までたどり着いてきましょうか。来ました、ガライの町。歌はどうです、旅の人。どうぞ。なんでこのチョイスなんだろう。ありがとうございました。実は僕、伝説の詩人ガライを目指して修行中なんですよ。多分無理だな。昔語りの町ガライへようこそ。ここは宿屋。クキヤは何かいいもの売ってますか。あ、めっちゃいいの売ってるけど全然お金足りねえな。やっぱり初めのラダトームの街でもうちょっと装備揃えてから来る方がいいですね。ラダトームから来たのか。だったら途中に洞窟があっただろう。あれが伝説の勇者ロトを祀ってあるという洞窟だ。読んできましたよ、墓をね。遥か昔、吟遊詩人ガライは長い旅の終わりにこの地にたどり着き、そしてこの街を作ったそうじゃ。だからここはガライの町と呼ばれているのじゃよ。ガライ、確か銀の盾ごとの持ち主でしたね。僕は見てしまいました。
ラタトームの姫をさらった魔物が東の方へと飛び去っていくのを、ああ誰か姫様を助けに行くような勇敢な人はいないものでしょうか。私私え、いますか。ではその人に伝えてください。姫様は東の方に連れ去られていったと。はい、ありがとうね。どうも失礼なやつだな売ってるものは一緒ね。ガライの町はこれだけかな。特に他に何もないですね。レベル3まで上がりました。ホイミの呪文を覚えましたね。これで回復ができるようになりました。で、今82ゴールド、90ゴールドまで貯めて一旦川の盾買って宿屋に泊まりましょうか。さあ、お金が貯まったんで一旦武器と防具の店やってきましたよ。川の盾、こいつを買って装備しましょう。 OK で、一旦宿屋泊まって回復しましょうかね。これでホイミが使えるようになりましたね。1回しか使えないじゃあ今度は防御力がちょっと上がったから、マイラの町の周りでレベルを上げましょうかね。レベル4になったら確かギラを覚えるはずなんで、まずはそこまでレベルを上げときたい。お、ドラキーが現れた。初めて見ましたね、ドラキー。弱いないいですね、レベルアップ、レベル4。これでギラを覚えるかな。オッケー、ギラを覚えましたよ。これで戦闘中の攻撃呪文が一つできましたね。このギラを覚えたから、次は東の方ですかね。マイラの町かなんかが確かあったはずなんで、姫がさらわれていった東の方に向かいましょうか。一旦宿屋で回復。このロトの洞窟から東側でしたっけかね。ここの橋を渡って向こう側に、このままどんどん東に進んでいって、もう一つ橋があったはずなんだよな。この向こう、こっから向こう進んだら敵が確か急に強くなるんで、こっから北にあるマイラの町に一気に行ってしまいたい。ゴースト、こっちだったかな。あ、ここですね。到着。来たぞ、マイラの村。村でしたね。こんにちは、ここはマイラの村です。ちょっと聞いておくれよ。そこのクレアちゃんのご主人は何でも魔法の鍵を手に入れるとか言って町を飛び出しちゃったんだよ。こんな可愛い奥さんを残していくなんてしようのない男だよ。まったく、この人かな。もういいんです私、あの人の夢の重荷にはなりたくないし諦めちゃってる。ふむ、この店にも伝説の剣は置いていないようだな。やはり店屋では手に入らないのだろうか。そんなね、店で売ってる伝説なんて絶対伝説じゃないよなとりあえず銅の剣が欲しいね。攻撃力が弱いから。お金ためですかね。いやいや、お主の顔にはやがて美しい女に愛されるという層が出ておる。どんな層だそれ。幸せ者よの、ほほほ。やがてっていつだろうね。噂ではリムルダールの町に鍵を売る店があるらしいぞ。そこで魔法の鍵を買ってこいってことですよね。これなんだ。妖精の笛ゲット。ここから南の島へはもう行きましたか。いいえ、南にはリムルダールという島があるそうですよ。魔王の城の手前の村ですよね、町ですかね。あら素敵なお兄さん、パフパフはいかが。たったの20ゴールドよ。今はお金貯めてるからいいや。あら残念、その気になったらまた声をかけてね。はい、たったった。ロトの血を引く勇者アラヤンよ。しかしその武器では竜王は倒せないぞ。この世のどこかにロトが残した剣があるはず、探すがよい。なんでこの人毒の沼地のところに住んでんだ意味わかんないんですけど。さあタンス、何か入ってるかな。力の種ゲット。
布の服ゲット、特にいらんもんばっかりだな。ここは露天風呂でございます。これ宿やね。このおっさん寝てるな。パフパフパフ、うぶくたまらん、むにゃむにゃ20ゴールド払ったんですね、このおっさんは。こっちも鍵がないといけないところ、鍵がないといけないところにお店がありますね。 OK、 じゃあしばらくはこのマイラの村の周りでレベル上げって感じかな。この辺で結構強い敵が出てくるんだけど、ギラで一撃で倒せる敵ばっかりだったはずなんで、レベル上げ&お金稼ぎって感じでしょうかね。大サソリが来ましたね。こいつもギラで撃破とりあえずこの段階ではギラめっちゃ強いからな。来ました、魔法使い。こいつもギラ使ってくるんだけど、こっちからギラで先制楽勝だな。メイジドラキー、こいつもギラ使うんじゃなかったか。どんどんいけ楽勝。とりあえずレベル上げですね。レベルアップ、レベル5になりましたよ。 OK、 MP がなくなったんで一回宿屋で回復して、またギラ使ってレベル上げしましょう。さあ、てことでマイラの村の周りでレベル7まで上げました。覚えた魔法がラリホーですね。呪文ラリホーを覚えたので敵を眠らせることもできるようになりましたよ。途中でお金が貯まりましたんでね、銅の剣を買って装備しときました。今こんな感じ。次はガライの町の南側にある洞窟に行くんだけど、とりあえず一回歩いて戻らないといけないね。一旦ラダトーム方面に戻っていきましょうか。さあ、一旦ガライの町まで戻ってきましたよ。ここでちょっと防具を買い直しましょうかね。防具、これですね。鎖かたびらを買っておきたいと思います。これでだいぶ強くなるでしょう。で、今まで装備してた革の服はもういらないから売っちゃって。OK。あとは薬草を揃えていきましょうかね。それから竜の鱗も買っておきましょう。これは何だろう、防御力上がるのかな。ドラゴンの鱗のお守り装備、防御力アップですね。こいつは装備しといて、あとは持てるだけ松明買っていきましょうかね。あ、もう持ち物いっぱい。 OKOK、 了解。さあ、じゃあこのガライの町の南側にある洞窟に行きましょうか。ここの南だったかな。こんな時に限って敵がどんどん出るんですよね。レベル上げてる時はなかなか出てこなかったくせにな。めっちゃ出る。メイジドラキ、これがさっきまでギラで倒してたやつですね。こいつももう2発ぐらいで倒せるぐらいまで強くなってる。オッケー。洞窟はどこだったか。こっちかな。こんなに遠かったかな。魔法使いも来ましたね。あれ、なんか行き過ぎてる気がすんな。違う町まで来ちゃってますもんね。あれは多分メルキドの町かな、だったかな。ゴーレムかなんかと戦わないといけない町だったと思うから、とりあえず今はスルー。もっと上の方な気がすんな。来た、ギラギラ使ってくる敵は本当に厄介ですよね。モンスターが呪文を使うっていう意味があんまりわからないんだよな。人間と同じ言葉を喋れるってことか。これ今リムルダールの違う、これ今ラダトームの南側なんですけど、山の向こう側に見えてますね。ここどうやって行くんだろう。さっき通った毒の沼地ですね。この向こう側か。ちょうど画面の端で見えてなかったんですね。ここに行きたいと思います。真っ暗ですねとりあえず松明使って行きましょうかね。よし、松明で明るくなりました。
きなり分岐ですね。どっち行こうかな。行き止まり。こっちは十字路は厄介だな。どうしようかな。右に行きますか。お、来た、メーダ。初めて現れましたね。あ、全然強くない。撃破。またメーダですね。ここの洞窟、メーダの洞窟ってわけじゃないよな。オッケー。さあ、このまま一本道。あ、また分岐してますね。こっちは、あ、なんか池がある。お、宝箱発見。魔法使いサクッと倒して、さあ宝箱開けましょう。339ゴールド、お金ですね。どうもありがとうございます。池のこっち側はまた道が続いてますね。どこ行くんだろう、さっぱりわかんねえな。さあメーダを倒しつつ、全然道を覚えてない。あ、なんだ、何か柱が見えてる。あー、これは鍵がないと開かない。いけないな。どっかで鍵を手に入れてこいってことか。この上にも、あ、行き止まり。この上にも柱が見えてるから、向こう側の部屋に行けたらちょうどいい感じかな。あ、来れました。こっちに行けってことかね。進行方向っぽいよな。お、地下への階段。地下2階かな。また広い部屋に出ましたね。どうしよう。とりあえず下側から行きますか。あ、ぐるっと回ってるだけ。やっぱりここは右と下に分かれてる。下から行きますか。小部屋、ここも小部屋っぽいな。同じような作りが続いてるってことか。メトロゴースト来た。ギラギラ、きついな。撃破。一旦回復しといた方が良さそうですよね。薬草を使って OK 全開。ここに階段があるぞ。これ位置的に、あ、やっぱりそうですよね。さっきの鍵使わないといけないところの向こう側に来てるってことか。じゃあ鍵なくてもよかったわけですね。近道しただけ。行き止まりだな。また分岐か。上行ってみようか。メトロゴースト、ギラのダメージがきつい。敵倒すこと自体はそんなに難しいわけじゃないですね。そんな強い敵じゃないので。この下に光が灯ってるぞ。お、宝箱発見。これは何だろう。まだ人食い箱とかそんなのないですよね。不思議な木の実ゲット。力の種、あ、持てない。ちょっと待って待って。いいえ。力の種1個持ってますよね。あ、力の種を1個食べて、力の種をゲット。オッケー。こんなもの飛んできたわけじゃないでしょ、多分。ドロル。攻撃強え。一発で5も食らいましたよ。一旦回復しといた方がいいかな。まだ大丈夫か。どうなってんだろうな。あ、なんかあるぞ。ここ確実にここは何かある部屋。お、なんかありますね。やばい、魔導士が来た。このタイミングで魔導士やばいかもしれない。ダメージがやばい。やっぱ死にそう。あ、危なかった。やっぱり薬草使っといたらよかったな。ふう、生き残った。薬草使って回復。よし。ふう、戦士の指輪。これはもう一回力の種食べといたらいいかな。はいよ。オッケー、戦士の指輪ゲット。
これなんですか、戦士の指輪って。あ、装備なんですね。あ、どっちが何ってのよくわからない。両方とも装備できちゃうんですね。そうか、指輪と鱗だから両方装備できるんですね。あ、勇者ロトの仲間だった戦士のもの。勇者ロトの仲間だった戦士のもの。勇者のものじゃないのか。まあとりあえずゲットしたからいいでしょう。これを取りに来たって感じかな。ドラキーマ、ドラキーの強い版、こいつにギラ使ってくるんですね。やばい、ダメージが一回回復しないとやばいかな。薬草がどんどんなくなっていく。ここは右側は何だろう。あ、ここもなんか合いますね。お、鉄の盾ゲット。ちょっと待って、なんか捨てないといけない。あ、間違えた。そうだな、不思議な木の実、これ使って MP アップしといて、ここの空きに鉄の盾をゲット。 OK、 これは装備ですよね。お、だいぶ強くなる。いいね。 OKOK、 これで終わりかな。他に道はないのか。これぐるっと回ってきてる感じなんだけどね、距離的に。わー、やばい、マロシ、それはやめて。あー、危ない、危なかった。ラリフォーはやめてほしい。眠らされたらたまったもんじゃないですからね。よし、撃破。おー、レベルアップ、レベル8になりましたよ。何か覚える？何も覚えない。まだ HP は30あるから、このまま突き進んでいこう。下は行き止まってっから、こっちかな。また来た、魔導士嫌いだ。 OKOK、 ギラが本当に怖いんですよね。ギラ2発で HP 半分以上持ってかれるからな。これは行き止まりっぽいね。ドラキーマ、こいつもギラ使ってくるっけ。やめて。よし、ちょっと一旦回復する。やばそうだよな。はい、回復。よし、全開。ここは、お、宝箱、松明、いらんね。この宝箱ってなんか何回か開けてると違うアイテム出るってやつかい。なんかそんな裏技を見たことがある気がする。なんか違うの出ましたよ。松明じゃなかった今。何か捨てましょう。そうね、とりあえず松明を捨てて、死の首飾りゲット。絶対装備しちゃやばそうなやつですね。ドラキーマ、本意味で回復とかしちゃうんですね。これでぐるっと一周回ったかな。ここは、あ、宝箱、お金ゲット。いいですね、結構お金も貯まったんじゃないか。これは小部屋、これ多分一番初めにこの階にやってきた階段ですよね。あとはじゃあ戻るだけってことかな。あんまり道を覚えてないな。帰れるかな。帰り道に大きい池のあたりで階段発見。ここは行き止まってましたね。なんでこんなところに階段作ったんだろう。 OK、 なんとか出口まで戻ってきたぞ。よし、戦士の指輪をゲットして戻ってこれました。さあ、一つ目のダンジョン突破って感じかな。特にストーリーとは何も関係はなさそうでしたけど、アイテムを拾いに行くための場所って感じでしたかね。一旦前らに戻って泊まりに行きましょうか。ホイミ使いながら進んでもよかったかな。 MP 一回も使ってない気がする。いらなくなった装備とか売って次の行き先に備えたいと思います。さあ、じゃあ今回はこの辺で。いや、懐かしいですね、ドラゴンクエスト。こんなにストーリーがないもんだとは思わなかったけども。村人もめっちゃ少ないしな。はい、ってことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。
また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。